皆さんこんにちは、しなたんです。今回は秋におすすめのリップをいくつかご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、それでは秋におすすめのリップを紹介していきたいと思います。まず一つ目はこの今つけてるリップなんですけど、これはマックのモカというお色です。はい、こんな感じで、なんか赤かピンクかって言ったらどっちかと言ったらピンク寄りのリップなんですけど、これはちょっとブラウンがかってるくすんだようなピンクなので、すごく秋にぴったりかなと思います。こういう今日みたいなハーフメイクの時とかもちょっと大人っぽく仕上げたいなと思う時は合うと思うし、ちょっとボルドーが入ったようなアイシャドウも使う時とかも、リップを薄めにしたいなって思う方だったらこういう色を使ってみてもいいかもしれないです。はい、2つ目、マックのトープという色です。と唇に塗ってみます。はい、塗ってみるとこんな感じの色味です。ちょっとアップにします。はい、この色もめちゃくちゃ可愛くって最近よく使っているんですけど、ブラウンにオレンジをちょっと足したような色味なんですけど、すごく可愛くって、これを使う時はもう大人っぽく仕上げたい時によく使ってます。だいたいヌーディーなリップとかってつけるだけで大人っぽさが出せるかなと思うので、そういう時に使うようにしてます。で、これももちろんブラウンのアイシャドウの時も合うし、さっき言ったボルドーのアイシャドウの時も合うと思います。3つ目はチフレの748番です。こんな感じで、これもブラウンがかったヌーディーな色味です。口に塗ってみます。はい、こんな感じです。ちょっとアップにします。はい、こんな感じで、さっきのトープの色と結構似てると思うんですけど、さっきのトープよりかはちょっともうちょっとピンクがかったような色味になってます。一番最初に紹介したモカの色よりもブラウンが強めの色になってます。このチフレのリップは本当に300何円ぐらいで買えるんですけど、めちゃくちゃ発色もいいし塗り心地も滑らかに塗れます。学生さんとかに特におすすめなリップだなと思います。カラバリも豊富なんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。私もちなみに3本ぐらい持ってます。ちょっと海外風にしたいなって思った時とかにこのリップをすると結構いい感じになると思います。4つ目、このエチュードハウスのディアマイブルーミングリップトーク RD312番です。こんな感じです。口に塗ってみます。で、このリップなんですけどマットなので、先にこういう薬用リップとかを塗っておくといいと思います。はい、こんな感じの色味です。アップにします。はい、このリップもめちゃくちゃ可愛い色でとても気に入ってるんですけど、エチュードハウスなんですごくプチプラでおすすめです。店員さんと一緒に選んだんですけど、赤っていうよりかはなんかレンガ色みたいな、赤だけどちょっとオレンジブラウンがかったような色味がめちゃくちゃ可愛くって、でこれをするときに眉毛にちょっとオレンジの色味を足してあげるとより統一感が出るって店員さんに教えてもらいました。すごい秋にぴったりな色味で、ちょっと強めにしたいときとか唇にアクセント持ってきたいときとかにすごくおすすめの色です。5つ目、メイベリンカラーセンセーショナルリップスティック B のモードバーガンディという色です。こんな感じの色味です。口に塗ってみます。はい、こんな感じの色味です。これはこの動画の時にもつけているんですけど、すごく深い色味で、これをつけただけで一気におしゃれ度がアップします。3本1200円ぐらいで結構安めなのでとてもおすすめです。この色はもう本当に深い赤っていうボルドーなリップなので、すごく秋には使えると思います。なかなかプチプラなリップでこういう深い色があるブランドって少ないので、とても私は気に入ってます。このリップをつけるときはチークも濃くしてしまうと喧嘩してしまうので、そういうときはちょっと自分の肌に近いような色味のチークを使ってあげるとより綺麗に仕上がるかなと思います。深みの赤を探している方、ぜひこれ使ってみてください。めちゃくちゃいいです。6つ目、マックのリップのディーバという色になります。では唇に塗ってみます。はい、こんな感じの色味です。アップにします。このリップもさっきのリップと似てるんですけど、こっちの方がちょっと紫がかったような赤紫っぽいリップになってます。
これもめちゃくちゃ深い色でとても可愛くて気に入っているんですけど、もうすぐハロウィンが来るのでそういう時に仮装の時とかにも使えるかなって思います。とても深い色でめちゃくちゃいい色なんですけど、この間ハロウィンのユニバに行ってきたんですけど、その時も私これ使ってました。このリップはオールブラックコーデの時とかにもめちゃくちゃ合うかなと思います。かっこよく決めたい時によく使います。これを塗る時もチークは薄めの色を使ってます。では次ラスト、レブロンのウルトラ HD マットリップカラーの12番のアレクションという色です。唇に塗ってみます。はい、こんな感じです。アップにします。これもさっきのディーバと似たような紫がかった色なんですけど、紫っていう感じではなくてちょっとピンク型されたような紫なので、すごく普段使いがしやすい色味です。このレブロンのシリーズのリップ私結構好きで持ってるんですけど、その中でもお気に入りな色味です。ピンク紫みたいな色が絶妙すぎて秋たくさん使えそうだなと思います。なんか紫っぽいリップに挑戦したいけどなかなか勇気出ないなって思ってる方、ぜひこれ使ってみてください。本当にめちゃくちゃいい色です。はい、こんな感じで今日は秋におすすめのリップを7つ紹介しました。やっぱり秋はちょっとブラウンがかったような暗めの色だったりとか、くすんだ色が私は気になるなと思います。くすんだ色を使うのにちょっと抵抗あるなっていう方はチークとかで血色感を出せばいいかなと思います。私も全然まだまだどんな色のリップがあるとか知らないので、皆さんのおすすめもぜひコメント欄とかで教えてください。待ってます。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。